お前もう極細目絶対性や。リットさんって動画だけなん。なんでこんなキャリーに勝てるん。あ、コニャ切りにしたらコニャ登録するほこら。アホ、お前コミゲに1000でも登録しとけ。どっちがシーン。何連敗？何連敗やろ。4連敗ぐらいかな。ミュートするとゲームオンも消えるだろ。そらしゃあないわ。しゃあねえわ。4連敗ぐらい？ちゃう、5連敗かも。いや、強マジ。具体的に何が辛い？中和し。中和し。初めて。あ、マジで？ありがとう。違いまーす。これキャリーの練習にされてるんかな？実力差感じる。感じる。中段。中段はまあ、どっちみち見えんからええわ。あんなもん。中足をストライクで埋めよ。いやー、そうすんじゃん。落とされんだよ。落とされんだよ。変わるなぁ。ほんま変わるわ。強いなぁ、めっちゃ。マジで。マジでめっちゃ強いなぁ。あるなぁ。割り込み順位あるな。そうやな、それは確かに。まあ、どうなるなぁ。やっぱり強えなぁ。うーわ、強しキャラだからキャリーで負けるのは仕方ない。梅ちゃんクリックリックしてるはず。だってこのアルコスが梅原優って感じよね。どっちでもええよ。どっちでもええ、どっちでもええ。そうやな。そう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 。画面端の大勝利になるな。ええな、そろそろ気づきな、梅ちゃんの強さに、時戸さんがキャリーが最強って言ってました。離れば勝てる。どうなんやろな。画面差しすすぎ、わら、ここの6点頭おかしい。この羽根。強っ。つえー、梅ちゃん怒ったー。べち。強っ。あかん。つえー。つえ、とりあえず俺の目標は、リッドさんより先に食いされへんっていう。あれ、梅ちゃんとやってる。リュウってこんな攻め強いキャラだったの。めっちゃ強いな、マジで。ほぼ P10。相手うまいな。プロになれるわ。あーお、梅、あまりにも強すぎる。じゅわー、大 P 昇竜が美しいよ。強い、強すぎる。ラウンドは取れるけど試合は落とさない。梅ちゃん怒った。てんの、梅ちゃん最強。流れが同じだな。接戦から処理。でも浮き攻めはちょくちょく食らってるね。地上戦で勝とう。ちゃんと中足竜巻送らせてキャンセルしてるな。さすがに注意してこう。弱キャラなのにここまで強いわね。人読みしないように間にサルマー入れてるな。梅ちゃん、おかえり。もっと悲しくて。ええと、大剣発生系。梅ちゃーん。弱キャラではない。梅ちゃん動物の力借りてる。ユウはキャリーより強しキャラだからね。サルマーにこんだけ勝ってこんだけヤバいのよ。梅ちゃんが箱で復帰し始めたのってここ最近だっけ。中堅会だよ。最弱キャラの優でここまで追い梅ちゃんすげえ。サルじゃ運んだ。ありがたやー。強っ。前からおるぜ。ニューヨーク大学戦とか寝たい。最悪やな。最強キャラのキャリー使って。それ梅ちゃんあまりに強すぎる。強い確信敵はそこいて。今のキャリーガードするのよ。あまりに強すぎる。相手になってない。やばい。バーリツ頑張れ。絶対キャリーは強いのに。コンボミスった。ミスった。つえー、わら。あー、梅ちゃんの投げ抜けれんくない。ね、クイクイ
こいつ強すぎん。梅ちゃん、梅ちゃん、強ー。手を処理ないだよな。ミスしないで。クイマジつえ。クイッされるぞ。クイッされるなマジ。梅ちゃんに負けすぎ。勝ってねーマジ。クイ乾杯。あなたさ強くねー。梅ちゃんありがとう。マジマジ強くねなにこれ。運よく一勝もできんか。なあほんま一回も勝てんってやばいよなマジ。ポイント稼ぎいていこ。梅ちゃんの投げはハメ。梅ちゃんに強すぎて笑いが出てきた。あなたさあ気づきな。気にしない梅ちゃんの優しさに。洋室部が梅原に 3.5 くらい引いてたのはすごいんだ。すごいな。キャミー相手にこの連勝数ってやばない。梅ちゃん、ユーキャミーって無理な組み合わせやでって。帝キジリとどっちが強い。やったことね。弱キャラの言うでそれはすごい。ムキさん助けて。今までやってきたプレイヤーの中で何番目に強い。一番強いかもしれん。弱室で見てんの。見てない。キャミーが梅ちゃんに連勝するのはすごかったんだな。梅ちゃんにアクアが勝ち越してるってマジ。すごいな。これはカーティアンの愛より早いな。様式美さんの強さがわかるな。サルマーさん応援してますよ。あざーす。マジで強すぎるやろ。勝ってねーマジ。波動マシン化した。ミカドヒジリもうプルプル収まった。あープル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 収まったかもな。よう言うなぁ。みんなお姉ちゃんに勝ち越してるらしいけどどうやってんだ。有名人誰とやったことある。ほとんどない。だけで勝ってるな。常識人の演場と動画見ると置き攻めがマジで見えんかった、いつもの1対7よりもきつい。きついきつい。ずっと結構勝てるよ。関西の人ですか。関西関西。なんでやねんって言ってもらいます。なんでやねん。ヒトちゃんマンの声似てるな。ちゃんマンって誰。現状やようなしも梅ちゃんに格好してるんだって。1対7って何。わら、ウーコン3回当てたら勝てるよ。梅ちゃんに3回って似てない。関西の人ならサコさん派だよね。サコさんだ。やりたいよなサコさんも。なんでやねんって。わらわら関西弁うまい。わらわらさんともやってみたいんよ。ヘリ企画に来てない。姫路勢だっけ。そっそ裏べくりやめろ。わらわら、サコさんたまにエンドレス立ててるで。関西弁を喋るだけで笑いを取れる関西人生があるよね。ヘリカフェ。あ、梅ちゃんごめんなさい。無理。なんなの。うわあ、あかんか。無理。無理っていうの。梅、あまりに強い。それをつこん。わら。キャミーズ会なら一度はサコキャミーに憧れたね。ね、憧れるよね。では梅、ようよう。甘えなんも通らん。メールでごめんなさいって送った方が良くない。ごめんなさい言うか。最後の存在に進めようよね。あれ落とすか。プレッシャーか。コメ画像の猫女キャラなんのゲームに出てるん。梅ちゃん知らんの。あまりにもスズメ知らん。クイッコスユン使わんの。使えん。梅のタフがそうに使えん。これはすごいわ。サコさんと50エクサぐらいしたけど勝てんかった。わら、金デブキャミーにも憧れてあげて。アムキャミー好きやって俺。て梅木の連勝を誰かやめてくれよ。もう最悪。キャミーでオリジナル出すの難しくないですか。はい、おー自動所有。どうやって勝つんですかね。お前の言うは別キャラやな。クイ、クイ梅波動を飛んでいけ。量産やしな。梅波動飛ぶこれ。クイ優しすぎるな。ワコミ、梅ちゃんってマジ。梅ちゃんってマジ。話ガードするのかみたい。あの動きなんなんだ。ガン処理だよ。大した置き攻めしてこない梅に超強い。もしかして梅ちゃん課金してる。中足の置いてる位置が芸術。勝つのむずい。引くわ今の。めっちゃうまいっしょ。梅原確定にいくら払った。
良い飛びだ。スズメさん死んじゃったやん。マジ悲しい。な、悲しいよな。上原ギルテやる気ないことが分かって何より。連勝止めろー。よしよし、よし。全国ランクは香り悲鳴連鎖回避できないのが怖さすぎる。いけるぜ。よっしゃ。ソラギルテよりうるよいっしょ。ギルって強しキャラ？いけるぞ。あるぜ。これはあるな。おい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 。うおー。きたー。あ、すげー。下から数えた方が早い。おいやめろ。浮くだけはうまいですね。その波動差超強いなー。めっちゃ。あー気持ちよくなってきたな。梅ちゃん、手が増える。わめっちゃ波動打つなー。どうしよう。14に据えての X 醤油セビ買ったら全国ランク配信してください。以上。いやめっちゃ打つな。わかってるよな。ミシン甘えたらいかんよ。危ねー。俺なんだかんだでいつか飛んでくると思ったんやけどな、来た。全然飛んでこなかった。あーおめでとう。来たー。ギットさんありおった。来たー。サルハゲ、サルハゲ来た。梅ちゃん待ってたよ。ありがとう。チコハゲおかえり。おった。配信者に勝つってひどないね、ほんま。さっきの逆じゃねえか。な、やめたな。トパンタでリーグ招待決定。チコと出るか、どうか出るか。くそー。梅ちゃん長い間待ったよ。チコハゲ待ってた。わら、ホワイト終わった。今何分くらいした。つまりギットさんの梅ちゃん6、61ぐらい。梅ちゃん勝ったから。梅ちゃん回転切らなくてよかった。ショーで梅見たの初めてだ。わらわら、梅ちゃん本気出した子。梅ちゃん強えんだけど、この人。このケミーじゃ梅に勝てない。勝てるのは主だけ。12連勝くらいしてたな。勝てねえんだけど、マジ。梅ちゃんと連戦したいけどあんましたくないっていう気持ちもあるんやろ。勝ったけどな。わらわら、対梅ちゃんの勝率 15% もあるやん。すごい。なんかあんま梅ちゃんとやりすぎたら心が折れそうなんだけど俺。波動への圧倒的信頼。あ、梅ちゃんが望んでるなら連戦しよう。いや、まあまあ、食いされるまでやるけどさ。あ、食いされ、していけ。あ、立ち見でそう。くだらな。梅ちゃんお帰り。醤油当たらなかっただけで思考は安直すぎない。2回以上にしよう。出るんだ。俺たちは梅ちゃんの駒だから。なるほどね。最強の理由、みんな梅ちゃん大好きやもんな。梅ちゃんにありがとう言って。いや、梅ちゃんにありがとうメール送りたいね。な、俺サコさん何位よな。サコさんとも対戦してみたいよな。大好きやで。ストライク落としすぎじゃない。僕プレミアムじゃないけど追い出されたらやだな。どうなるね。小一木の玉打ちよりハーサイ。はい、こんな強いユースキに決まっとるが。そうやな。遅れ、処理、サルアニが格ゲーチェッカーになってるやん。処理、うっよ、わら、つえー、わら、なんでこんな人いるのか思ったら梅ちゃんいるのか。そういうこと。どうしての有事元気が合わない。来処理、スズメちゃん4にして聞いてランクへやってないんだけど、やった方がいい。はい、やったら泣けるで。2連勝していけ。感動すんで。サコさんには表は勝てない。ガン処理、うくわあーかなー。サコさんには勝てへんやろな。まさかの梅ちゃん。そう。箱になってよかったね。よかったね。お前の出番だ、ご飯。さあ。くいくいくい、梅。浅い。サコとやったけど詰まされる感じでやることない。ストライク落とされすぎてストめっちゃ似てる。わら、サコでワクワクしたのは撮影初登場の時。セントスより人気のある配信はここです。はめろ。梅なしのスト4は高故障のない目玉焼き。キャニーのあれこそ追加わよ。コパコパ前ジャンプ。わこち梅ちゃんじゃん。強いからキャニー使う。梅ちゃんだよ。中ダンス用ない。手話戦としかアニバル呼ばれず、梅波動を飛んだ。その時は箱取ってなかったんちゃう。前感じが半端ないっすね。勝利があれば塩コショウなくてもいけるから、それは違う。四骨モード入ってきたな。ちくわちゃんランキング1くらいってマジ。下で。てかさ、さっきからずっと思っとったんやけどさ、梅ちゃんの置き攻め見えへんねんけど、割と真面目に。割と真面目にさ、後ろ投げからの置き攻めが。
そうなん、ガードできんねんけど。俺が言う、ガーフなんは知っとんやけどさ、ガーフって中継じゃね。見えねえ、それ。ネズミが来ていえず、マジからのバーか。お前、キャニンスかってそれ言う。キャニン草は言うのを着せめ強いぜ。ループはしないけど、ガーフ追うよ。あー、ごめん。ほんま言うはゆがみキャラやな。そういうエグい、あまりに強すぎる。うめ、はめたのか。言うのを着せめが無残でないという風潮が作られてる。嘘つけ、梅ちゃんかい。嘘つけ。うわぁ、梅ちゃんハメかよ。サルハゲ、冷静、最強。何それ、無慈悲な子さん。もう勝てる気せんだろこれ。勝てる気せんよこれ。梅原最高だよこれ。頑張れよ。これ見てるとユース買いたくなるなぁ。わら、マチユースマンねって叩かれるねこれ。サルハゲ、ま、正統派キャラのキャミンで言うわ。普通は股間で落としとかなし。中盤でーす。パン中ピー、中Pの判定を拡大しました。中盤中盤、今の中Pやろ。これ課金キャラ対空中Pなんだよな。梅ちゃんバカにしたな。今のコパンは許せない。俺が代わりに暴言メール送っとくわ。中さん対空、勝率落とさないで。プレミアリスナーの少なさ、プレミアリスナーの少なさ。梅ちゃんに使いたくなるけど勝てなくてストレス溜まるだけなんだよな。確かに魔法の中Pギア使うと波動飛ばれて終わるんですけど。うおー、そろそろ攻め金の準備、わらわら。コパンで落とすとかマジ。何だよ。いやー、強いな。ネートラルの時間が多くなったら中足見て台足差し返ししようとしてるから、その時ブッパーローおすすめ。コパとか。あー、なるほど。コメ切りはやめて、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 コメ切りはやめて。あっさ、ハメ、コパと中ピーズが言わせてくれ。ダブルクッソ笑う。ハメたろ、またしたな。跳ねたな、理由苦手なん。でも別に跳ねられてるよ。跳ね、この子パン率の高さは見間違いではなくて動画税ですよね。帝ひじりとフレント円馬としてたら画面ピクリさん。どういうこと。梅ちゃん負けないぜ。リフトさんやんちゃんやんか。お前跳ねたろ、二度ハゲ。いやクソ強いんだけど。言うのガーフを着せるはセビバク捨てで食らい抜けしていけ。やっぱそれの方がいいかな。チンパンアロー直が強い。直がしようとしとったんやけど、やばいなマジで。ありがたや、ありがたや。すごすごリッドさん、すごうず、お、あ、おん、しこったー。ムキさんがこれ見たらレースで部屋に来るだろうな。しこはげ、あ、おお、わらわら、ストライク読みの圧倒力で、ね、あ、もうささとレディオソ、これも嫌いね、梅ちゃん。ずっとアローしていこう。プロを待たせるな。わらわら、梅ちゃんのテンパーどうない。ちょっと梅ちゃんに気使っていこう。梅ちゃんの好みわかった。ご機嫌コビ打ってこ、コビコビを打っていく、コビ打ってこ。マキハラ、ここ好きやろ梅ちゃん。そんなことないか。これが梅原への最後のチャンス。バカー、ストライク出んかったー。わらわら、梅ちゃんはラス嫌いだからそれもステージだよ。あ、そうな。こいつマジよ、ほんま今のコマリス恥ずかしいぞ。梅ちゃんも打ち上がってない。あれ、くしゃっせ、腹立つこいつマジ。あかん、評価が上がるのは孫さんだけなんだな。腹立つ。ステージでラグは起きへんて。中ゴスよ。わらわら、中ゴスよ。何もできにゃん。わらわら、やんまな。そして、わらわら、お前言わない。うますぎる、うますぎる。お前が爪明けで有名な子ですか。てめっちゃ起きろー。ピー、わらわら、ピー、ピー。サルハゲ、お前波動でピオリしてます。間違えてランチの下が行き上がったらしいよ。言うてピーってみたの次だろ。マジよ、こんなのすごくするに行きないわ。はぁー、飛んで降りてみたら行きないよな。中ゴス、わらわら、めっちゃ強いんだけど、どうしようこれ。わらわら、わらわら、中ゴス、わらわら、あかん、マジかよ、クイされるって、あ、よかった。
こいつ、わらわら、わらわら、わらわら、これは笛、おもちゃ、わらわら、おう、わらわら、ジョビン式、鎖、骨、調子乗ってる、もう鎖骨なくなってる勢いだな、すまじこれはわらわら、完全に気持ちよくなってる、マジこいつ、ほんま中ごす見えんのもあれ、どうぞ中段見えないの、わらわら中ごす見えるやつおるんかよ、マジマジ見えるんかよ鎖骨に何の恨みがあるのか、そろそろ本キャラ出すか、さっきからカランガード固定縛りなんですか、梅ちゃんに申し訳ないと思わない、梅ちゃん CM ですよ、見えるくしねーよ、梅ちゃん CM が傾いてるはず、見えないか、カランガードは梅ちゃんに傾いてるはず、いつもみたいに話せ、梅ちゃんと苦情戦してて中段なんて見えるわけないよね、この試合終わったら食いされるかもしらんから気抜いたらあかん、笑あ、なるほど、中ごすおじさん、待たすだけ待たして食いはたまらんな、梅ちゃんに真空まで放置温存されたら勝てんな、サルスゲームちゃんのおもちゃとして中ゴスを食らい続けろよ、なるほどな、わかる、わかる、本気出して海当て、本気出しそうだね、俺次枠行け次枠行け、サルスゲームの活動は試合入れたら見えそう、見えたことないけど大丈夫、コミュゲーにしてへんから安心しとけ、あーつえーじしないしない、お疲れ、わっここ、わっこ、終わってた、わらわら、強めぜ、わこつです、わこ、わこ、うめ、うめ、セーフ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 、W、セーフ、わこ、あるの兄やったけ、わこつ、いつも通り頼む、あんたさ、わこつ、梅醤油、あんたさ、よしよし、よしよし、わこぬーこれどうなってるんだってばよ、どうなってるんだよ、梅ちゃんを鳴らせるには様式日連れてくるしかない、今日お祭りやな、やありがとう、もうちょっとね、なんか梅祭りや、フェンリルよりこっち見るわ、いつけられるかは、フェンリル配信してるんや、戦わなければならない、もっと話していけ、ということは多分あれやな、ニューヨーク大学見物してこ、ワコハゲ、いけ、当たっちったや、ニューヨーク大学コンボは今のところ3回中に変えていこう、前歯がなくて工場勤務の人の話する、梅ちゃんの麦姫の中ごすに震えろ、プレッシャーやばない、ニューヨークコンボって何、止まらん、めっちゃ波動打ってくる、なんじゃこりゃ、めっちゃ肌打ってくる、うっざうっざ、なにこれ、リュウってこんなキャラやっけ、関西案件、中足置きすげー、前入れっぱだからだよ、すごい抜けできないもんなんだ、梅ちゃん強すぎない、めっちゃ強いんやけど、梅の波動は飛べない、どうしようこれ、中ゴス、わら、勝ってねーマジ、強ーマジ、無理やん、くっしょ、わらわら、くえ、ぴゃー、わらわら、ちょー、梅ちゃん上ですぎ、わらわら、この中ゴス派有用、強ーマジ、今の X 竜巻は食らう、わらわら、なんだこれ、わら、中ゴス笑ってまう、ガン処理っすよ、ガン処理、低くらい強い、あかんやつや、強すぎわろた、ガン処理、わらわら、へぇー、チューチュー、重竜巻、こんなに負けるの珍しい、梅ちゃんこんな強いのか、はぁー、2代での公演の後の対戦会でキャミーのめり込み野郎に中ピー、中ピー、ダチ中ピー、竜巻したことから命名、箱で4500と5000のキャミーって相当強い、はずだよな、取れないな、梅、こいつ中段見えないな、あかん、わら、サルカゲ、これが箱だ、箱っていうか箱っていうかさ、エンタノは5分なんだよな、箱っていうか梅ちゃんじゃね、みんならそんなキャミー出会いやだわ、いやいや、梅ちゃんの動画も飽きたなって思ってたけどやっぱ面白いわ、強いなー、大読みが追いついてきてないな、わら、これが梅なんだよな、わら、リュウデップ6000の梅ちゃんなめてないっていうか梅原、箱の基準を梅原に、梅ちゃんがめっちゃ強いなこれ、あまりに強すぎる、ニューヨーク大学さー、やっぱ楽しい、あーまあ楽しいっちゃ楽しいかな、
そのレベルのユーザーたくさんいるってマジ。わお。大人は箱、キャンプや、ハメ太郎。お、わら、やんやん、プレステで負け越してたユーズ会っているんですか。おらんのちゃう多分。わらわらわら、歪んでますわ、まじに落ちた、ハメ。しかしリバさんは勝っていく。これは対策からですわ。サルミンをはめてこ。いやーほんまなー、はめるもクソもこかされへんねんけど。あ、わら、今のは表だよね。プレステさんで強い竜っているの。マイケルさん、いやまあそこまで強い竜がおらんかな。梅原だと思うからあかんねや。どこぞの馬の骨だと思ってやれ。あーなるほどな、名前に負けんなっていう。その竜は俺だと思って。マジか。このハゲはアルマスくらいはあるの。アルマスやな。はあ、リッドシなんすとん。リッドシ、ルムさん、リッドシ。わら、これジャズユーだから。これ馬の骨の動きじゃねえ。わら、これディレイスタンディングなったらどうやって勝つんやろな。おい、わらわら、このキャニー戦やめてくれや。あ、そなの、筋トレネタはテレビからだよ。梅ちゃんにブスプあげて。梅ちゃんコメントしてくれたらあげるわ。あげるわ。あげるわ、それは。実はコメントしてたら笑う。梅ちゃんサスケ出るの？リオリー目指してる梅は好感が持てる。目覚ましテレビ見てやらす？梅はこっち？梅原コミュメンバーだって。梅は今コンビニ飯食ってるな。俺が俺たちだ。梅原だ。梅がコメしてたら笑う。笑。梅ちゃんコメント見てから昇竜してるからな。しこはげ。目が晴らしらず？ひょっとして俺らって梅だった？君さこっちにいる。こんばんは、梅原です。梅ちゃんとやってるやん。梅、今日はろくなやつがいねえな。俺ずと4のこと知らないんだけど、これリアル梅原。リアル梅原。ブスこんな福音っすか。コリチキ、あの中団やみくもじゃないよな。何か見てやってる。その中足は甘え。手話ダメだ。中ゴス入るってバレとるだな。な、無理だな。しかし馬し、そいつは馬の骨だ、そいつは馬の骨だ。うぅ、うん、今でもリアルファイトでも梅ちゃんにこれじゃ勝てないよ。え、うめぇ、マジ。今日は中さんズが少なめの中団多めのようです。うっま、わらわら。やばない？わらわら。うわぁ。はい、終わり。鎖骨に詰まされてるぞ。な、今の竜です。対戦ありがとうございました。食いされるけど、圧倒的すぎ。やばいな。ね、中ゴスに浮く当てたい。馬、相手は馬原、馬原。梅ちゃん強すぎない？灼熱たくまき、わらわら。さっきから何もできない、わら。毎度毎度取られてるか？取られてる。取られてる。中ゴスどうすんねん、マジ。ピー、うますぎ、わらわらわら。いいよ、まあ。やっぱピー、あかん。自確認しなくてもゲージため移動できるしな。あー。サルニー、ピー、ピーのバーゲンセール。僕が梅原です。対戦お願いしますね。もう300人ってやばない？すごいね。胸借りてこ。いやーね、私が3人目の梅原です。なんやろ、一回めっちゃ試してみよう。あそうしてみる。梅ちゃんガフガードするのやめてくれへんかな。すごいんだけど。どっかで運用してるとこあるで。 1R 取ってからにしないと怒られそう。良識の差別があるのよ。梅ガード、いやブッパールをしたい気持ちはすごいわかるわ、マジで。俺普段せえへんけど、ちょっと梅ちゃんの相手の時はな、なんかそんなにせな勝てへんのかなって思ってきたわ、マジで。それも含めてキャミーの強みなんかなって思ってきたわ、マジで。泥臭いことせなあかんか、ほんまに。いやー勝てねえ、マジ。いやでもな、それで勝ったとしてもな、物価が足りない。全体当て狙いは普通に狙うべき。後ろ下がりに当ててて、ブッパーロー普通にガードしてきたな。要塞にじりじりやってたら何もできない。全然ありだと思う。冬を恐れてブッパーを恐れて、それでいいか。いや別にそういう意味じゃない。何が違うの。もともと俺パナシあんませえへんからスタイルの問題。画面端の下が行くって8割は表って考えていい。指導による。それで1試合取ってもそれに意味があるかってことだね。そうでも上4ではこの2番に置き攻め問題が解決。しっかり相手を画面端に近いようにしてるの面白いな。笑。
今のストライクに昇竜で出たら引いたわ俺。ほう。クソやろ。そんな綺麗な子がいるで梅原に勝てるとでも。おー、ペチ。何これ。何これ。何これ。ないこれ。あ。はあ。